はい、こんにちは。日の宮バラ屋の八代の篠宮です。よろしくお願いします。はい、4月30日、はい、咲いてきましたね。そうですね、30日の火曜日ですかね。あの、待ちに待ってね、やっとね、咲いてきましたね。お客さんもたくさん来ていただいてね、はい、ちょっとね、ざっとちょっと様子ですよね。はい、こんなに咲いてます。ね、温度がちょっと低めなんでね、花が綺麗ですよね。そんなに雨にも当たってないし、一番いい気候ですよね。ね、どうですか、これすごいですよね。シャルル・ド・ゴールの鶴だよね。うん、綺麗だね。香りがすごいですね、ここ。あ、そう、香りがどうじゃって。はい、通るだけで香りが。ああ、やっぱりブルー系だね。ブルー系の匂い。まだちょっと独特だよね。家で育ててる。ああ、そうですか。え、つる？つるです。おお、そう。どう、たくさん花持ってる？まだちょっとなんですけど。だから、あのね、大きくなればね、自然とね、あの、たくさんついてくれます。だから、それこそね、あの、シュートをたくさん出してね、早く形を作ってもらって。うん。はい、咲いてますね。いろいろですよね。こっちはオールドだとかね、いろいろ。ね、見てください。これ、ほら、かわいいよね。ほら。これマダムプランティエ、ね、グリーンアイが出てるよね。あ、ロス、あのムンディみたいね、ロサムンディ。かわいいね。これがオールドなんですよ、皆さん。またモダンローズとは違うでしょ、香りが。これ香りか。うんうん、やっぱり独特だよね。はい、マダムピエロージェね、かわいいね。やっぱりね、オールドローズってのはね、やっぱり独特だからね、あの、すごくやっぱりファン多いですよね。うん、匂いも強いでしょ。バラを初めて始めたよっていう方は、うん、四季咲きから、まあ、まあ、まあ豪華だからね、入られて。そうそうそう、やっぱりね、四季咲き、だんだんみんなオールドに。そう、ハイブリッドだとかね、ああいうのやっぱりほら、こう大きいでしょ。でそれからやっぱりね、だんだんこう深くなってくると、そういうやっぱりね、あれが、あ、味が分かってくるっていうのかな。うん、そういうのありますよね。ね、はい。こんな、ほら、こんな可愛いのあります。ほら、ポンポンとブルゴーニュね。これは大きくならないよね。ミニチュアみたいな感じでね、ゴールドです。ね、可愛いでしょ、ほら。ね、面白いですね、オールドロードっていうのはね。ね、ほら、うん、可愛いでしょ。ね、うん、可愛いよね。独特ですよね。ね、薄い、なんかちょっとピンク、これね、ファンブリアータって言うんですよ、オールドロードね。見てください、この切れ込みっていうのかな、なんかカーネーションみたいでしょね。ファンブリアータ、これもそうですよ。なんかちょっとピンクがちょっと入るのか、筋がね。ほら、かわいいでしょ。なんかね、独特ですよね。あとはこちらにあるのは、これも特徴的、ほら、バロンジロードラン、独特でしょ、これね。なんちゅうのかな、ちょっと一瞬、ちょっと危険みたいな感じのね、バロンジロードラウンって言うんですよ。やっぱりクロート好みだよね。うん、ちょっとこっち、ちょっとだとこっち行っちゃうね。こんなのもありますよ。ほら、これがオールドですよ。見てください、ほら。ね、ロサペンドリナ。うん、ロサペンドリナね。こちらの方、ちょっとまた色が違うでしょ。これはロサペンドリナ、ブルゴーニュ。こっちはロサペンドリナ。ね、ほら、色が違うでしょ、ほら。ね、かわいいよね。これがオールです。はい。これどうですか、これ。ね、こういうの可愛いでしょ。ね。ソフィーズパペチアル。ね。うん。はい。こちらね、これ。ね。これね、スプニードラマルメゾン。ね。ちょっと今のこのあれですよね、なんだろう、あの、そういうあれに似てますよね、イングリッシュだったかね、そんな咲き方ですよね、こういうね、クォーターどれっていうかね、そんなになってますね。だから要するにイングリッシュはこうオールドを掛け合わせだからね、やっぱりあんなるんですよね、こういうのね。はい、去年か一昨年の動画を見てくださった方はご存知かもしれない。ジャックカルチェ、ものものすごいいい香り、もうすごいの、これ。ちょっと買ってみたら。おお、
おおでしょ。もう私のおすすめ、まあ、これとあとヨーランドダラゴンってあるんだけどね、うん、これクラクラっとしたよね。これ すごいでしょ、これ。ほら、オールドローズ。これはあの背が高くならないんです。もうこれ四季咲きなんだよね、珍しくね。ジャックカルチって言います。ね。ほら、ね、これ四季咲きなんですよ。この鼻の跡からまたこれすぐ持ってるでしょ。すごいですよね、四季咲き。ジャックカルチ。ね。はい、こちらにあるのがね、絶世の美女です。サパーシングビューティー、ね、絶世の美女と言われるバラです。すごい名前がついてるよね、サパーシングビューティー、はい、うん、これツルですよね、ツルのサハラ98。これはねやっぱり人気あるんですよ。色がすごいでしょ、ね、黄色っていうかオレンジっていうかね。それで、ね、これはね秋にもすごく咲いてくれるんです。あのゴールドバニーもそうだけどね、これはすごく人気ですよ。あの人目を引きますね、ツルバラだからね、いいですよ、うん。こちらにあるのがドンファンの鶴のドンファンです。ね、鶴って言ってもこれね四季咲きなんですよね。なんか変わった色ですよね。なんつったらいいんだろう、この色のあれがね、グラデーションがね、うん、これね四季咲きなんですよ、鶴でも。だから、まあ、四季咲きってことはあんまり伸びないけどね、極端にはねよく咲いてくれるんです。もう変わってますね、この 色がなんつったらいいのかね、咲き方も面白いよね。なんか更新懸命でもないし、ね、あの 色がね、なんか説明しようがないような花だよね。とにかく少ないですよ、うん、だからあのオビリスクなんかいいんじゃないですかね、あんまり大きくできないところ、うん、ね、四季咲きだから あと花持ちます。ずっと秋まで咲きます、うん、これも希少品種ですよね、ドンファンです。あとね、こちらにあるのはね、これドルトムって言うんだけど、これもね一年中咲いてるんですよ。なぜかっつったらね、春は一斉に咲きますよ、全部持っちゃうんだけど、その後にあの花終わった後にまたシュート伸びますよね、スーッとね。でシュート伸びると必ず先に花持つんですよ、みんな。だから春と違うんだけど、ずっと伸びたら必ず先に花持つ。ですから秋までね、絶え間なく少しずつですけど花途切れることなく咲くんですよ。これも希少な品種ですよ、ドルトムント。うん、まあ一重だけどね、でも房咲きになるから結構綺麗なんですよね。え、綺麗でしょね。はい、今咲き出しましたね。ぜひあの天気もいいようですからね、連休はね、ぜひあの寄ってみてください。はい、一年一回っていうかね、その素晴らしい時期ですのでね、ぜひねお越しいただいて、あの楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。